シャーラマール庭園は1641年にムガル帝国皇帝シャージャハーンによって建設が開始され翌年完成したラホール市内にある歴史的建造物である。この庭園の造営にはシャージャハーンの宮廷に仕えたハリー・ル・ラー・ハーンの監督のもとアリー・マルダーン・ハーンとムルダー・アラウル・ムルクトゥーニーの協力があった。シャーラマャハール庭園は同じくラホール市内にある ラホール城と合わせて1981年にユネスコの世界遺産に登録された。なお、当項目名のシャーラマールはラホールの街の人々の間でのローカルな名称である。この庭園の歴史的な名称はシャーリーマールである。シャーラマール庭園は長方形の形をしており高いレンガの壁に囲まれている。そのレンガは 複雑な透かし彫り彫刻が施してあることで有名である。南北658メートル、東西258メートルの広さを持つ。シャーラマール庭園は南から北に行くにつれて4大子5メートル低くなっていく段式のテラスによって形成される。最も高いテラスは喜びを与えるものを意味する。ファラー爆種二段目のテラスは美徳を与えるものを意味する。 ファイズ爆クシュ、最下段のテラスは命を与えるものを意味するハヤート爆ュという名前がついている。庭園内には水を供給するためのシャーネヘルという名前の運河があり、かつてはラホールから1 6 1トル以上離れたインドのマードープルから水が引き込まれていた。この運河は庭園を横断し、集団のテラスにある大遺跡の池に注ぎ込む。 池と運河から410の噴水がプールへ水を運び出す。噴水に囲まれた一体は、噴水によってもたらされる水によって涼しく、時折一貨120度にも達する国書のラホールの夏の間、訪れる者に安らぎを与えてくれる。このシャーラマール庭園を造営したムガル帝国の技術力は賞賛に値するものである。というのも、今日の科学者でさえも、 どのようにして、シャーラマール庭園の噴水が独自に機能しているかを推測することは不可能だからである。噴水の数は、上、中、下段に、それぞれ10、105、152、153機あり、合わせて410となる。シャーラマール庭園には、以下の建造物が存在する。シャーラマール庭園には、以下のような植物が栽培されている。シャーラマール庭園は、 ミアーミ一族と呼ばれる家系の所有物であった。一族の中のミアームハンマド・ユースフはイスハーク・プラをシャー・ジャハーンに献上した。その見返りとして、シャー・ジャハーンはシャー・ラマール庭園をミアーミ一族に授け、350年以上の間この一族で代々庭園を管理した。1962年、アイユーブ・カーンの手によって庭園は国有化されたが、その理由は、 当時のミヤーミ地族のリーダーがアイユーブカーンの進める軍政に反対したことによっている。道路の拡張工事が行われたため、給水施設が破壊されたことなどから危機遺産に登録された。状況の改善を受けて2012年に危機遺産リストから除外された。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。 ベタコンサーベーションインパキスタンザフィリピンアラウ、コミッティツーリムーブツーサイズ、フロムワールドヘリテッチリストインデンジャー。ありがとうございます。